はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もまたですね、チャットエキスパートがバージョン 1.8.3 というバージョンになりました。この .3 というのはどんなアップデートがあったか、それはですね、画面の右の端の方にですね、黄色い画像生成というのができました。いわゆるステーブルディフュージョン、これをうまく連携したということです。連携したといっても、知ってる方ならですね、プロンプトを考えて、そしてそれを Google 翻訳とかそういうのにしてですね、英語の強い人は直接打つことができるんですけれども、このステーブルディフュージョンというもの自身をまだ皆さん知らない方もたくさんおられるんですよね。そんな人にもちょっと使ってもらいたいな、でそれをこのサイトに行ってどうのこうのというようなお話をすると、もう難しいな、嫌だな、そんな風に思われる方もいると思いますので、僕の方は簡単にできるようにしました。完全自動ではありませんが、かなり使いやすくなってるんではないかなと思います。例えばここにこのように打ってみます。女の子と犬の画像、このように打ちました。もちろんもっとたくさん打てばいいと思うんですね。今日はサンプルですので、こんな風にいくらでも長く打っていただいて結構です。あとカンマで区切ってですね、どんどん行くというのもいいです。普通に点を打てばいいと思います。ちょっとだけやってみましょう。こういうことですね。そして喫茶店、これも条件に入れておきましょう。そうしたら、通常はここからですね、翻訳をしないと日本語が通りませんが、この黄色のボタンを押していただくだけで、はい、このように英語に変わるんです。 Pictures of Girls and Dogs Cafe Shop、 こういう風にですね、プロンプトが出てきています。確認のためにこのダイアログを出しました。そこで OK を押します。するとステーブルディフュージョンのサイトに行きます。ここからは半自動です。半自動にしているのは、まず僕の技術不足もあるんですけれども、ブラウザーを扱おうと思えば Google 用のドライバーとか Edge 用のドライバーとか、そういうものをセットしなくてはいけません。皆さんどんなブラウザーを使ってくれてるかっていうのは想像の域でしかありませんので、その時にはもうあとはコントロール V さえ押していただければいいということで、ここでコントロール V を押していただくと英語が直接入りますので、まあ、この手間だけですのでご辛抱願います。そしてここでジェネレートイメージ、このボタンを押します。すると今作成しています。はい、このようにですね、犬と女性と、そして喫茶店、こういう雰囲気のものが出てくるようになるわけです。今日初めて画像 AI というのを見られた方もいてると思いますが、こういう写真であったり、もう少しはアニメとかですね、そういうようなこともできるようになっています。ちょっとやってみましょう。はい、このように僕のソフトに戻りました。もう一度ここでですね、女の子の日本のアニメ風という風に書きます。そしてここで黄色のボタンを押します。はい、このようにガールズジャパニーズアニメスタイルという風に出ています。 OK を押します。はい、そうしましたらコントロール V、 ジェネレートイメージ、はい、こんな風にアニメっぽい画像が作られたということになります。ステーブルディフュージョンの一つコツとしましては、同じようにするにしてもですね、例えば男の子、日本のアニメ風、そして精密な画質、あとは高解像度とかですね、このように書くことによってさらに綺麗な画像を作ってくれます。はい、このようになりました。 OK を押します。コントロール V、
はい、こんな感じになりました。まあ、これが精密かどうかということは分かりませんが、皆さんもいろんな YouTube とかそういうところでステーブルディフュージョンのよりいいプロンプト、そういうのも研究してみてください。その時にこういうこともできます。続きまして、今度は僕が考えたというよりもチャット GPT に聞いてみて、よりいいようなプロンプト、これを考えてもらいましょう。ちょっとこんな感じに先ほど作ってみました。ステーブルディフュージョンで非常にキュートで美しい少女で、精細巧みなイラストが描けるようなプロンプトをリストして、このようにしてちょっと聞いてみます。このように出てきました。これをですね、英語でやってみましょう。いっぱいありすぎるので、どれにしましょうかね。じゃあこれをやってみましょう。これをですね、コピーして下に貼り付けます。そうするだけでこれが英語になってくれますので、この黄色のボタンを押してみましょう。はい、このような英語が出ました。もう英語の苦手な僕にはですね、何の英語かわからんのに、その英語の弱い村長が英語のソフトを作ったというね、もう世にも不思議な事情がこの AI 時代に起こっております。それで OK をしましょう。はい、じゃあここでコントロール V で貼り付けます。そしてジェネレートイメージ、はい、これはキュートで可愛いと言いづらいんですけれども、アメリカの感覚でいうイラストですよね。こんな感じになりました。これは何度も押せばですね、また違ったものも出してくれるんですよね。はい、なんかキュートという言葉が日本人の僕の感覚とはちょっとずれてるんですけれども、まあ皆さんこうやってですね、楽しんでください。よりいいプロンプトができるようにですね、皆さんも研究して、またいい感じのことがあれば YouTube のコメント欄なんかにも書いておいてください。ということで、今日はバージョン 1.8.3、 これでですね、ステーブルディフュージョンと連携ができるようになった、そんなお話をさせていただきました。無料ですので、どん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 使ってください。村長スタジオでした。